はい、どうも、哲学徒です。今回は、新しく追加された沈黙の修道院のね、ダンジョンを、ご紹介していこうかなと思います。で、まあ、攻略のポイントとなるところとかもね、詳しくお話できたらいいかなと思うんですけど、まず行き方なんですけど、ザベインさんですね、の、沈黙の修道院、こちらですね、で、近くにウェイポイントもあるんで、飛んでもらうと。いう形ですね。で、ちなみに難易度ね、ヘルにならないと、このダンジョン挑戦できないので、まあその点はねちょっと注意が必要かなと思います。なのでノーマルをクリアして、ヘルに入ってから本格的な挑戦を始めるダンジョンという感じですね。で、まあ一番最新で追加されたダンジョンということもあって、結構中の敵もね手強いので、まあ十分にレベル上げをしてから、臨んでみてほしいなと思ってます。はい、じゃあやっていきたいと思います。で、まあ2人から4人ですね。はい、いこう。で、結構ダンジョンがね、長いので、ちょっと大変かなとは思うんですけど、バトルポイントの方ね、まあ25ポイントと今まで最大に20ポイントだったところ、5ポイント多い25ポイント稼げるようになってますので、まあ、ここね、結構周回場所として、まあ、トータルで見ると、短い時間でね、稼げるんでいいんじゃないかなと思います。で、まずね、直進してもらって、で、ところどころこうやって、ボス戦、中ボス戦とかもあるので、まずはこの悪夢の守護者を倒してもらうと。で、結構ね、範囲攻撃、青い範囲でね、表示されるので、ちょっと見づらいところあるんですけど、まずは、初っ端のところのボスを倒してもらうと。で、こういったね、オブジェクトがあって、だんだんとこう光を、増して、こうですね、イタールの炎を解き放つと。このね、ギミックを得ないと先進めないようになっているので、ちょっと注意が必要と。で、ここもね、できるんですけど、ここはもう無視して、下の段ですね、の方に進んでもらうと。で、下の段の方が、2段階になってますね。最終的にこいつをね、解放しなきゃいけないんで。で、ここの敵を倒すと、苦悶の柱を倒すというのが出てくるので、解放すると、次に進めるようになると。で、順路的にはね、上なんですけど、上はね、シールドが貼られてるので、一回ね、こっち側の下の方に、進んでもらうと。形ですね。で、この先が進めそうに見えるんですが、橋が落ちてしまうと。まあ、このギミックが終わったらですね。あ、そこの敵は倒さないといけないのかな。そうですね。門を解放するで、ここの門を解放してもらって、で、ここね、もう敵を無視してどんどん進んでもらうと、このね、ロープの方がありますので、ロープで下に降りると。次ここですね。危な。
結構ね、ここの雑魚何気に体力高めなんで注意して倒してもらうと。結構ね、道中長めに見えるんですけど、倒さなきゃいけない敵はね、ポイントポイントのところに、限られるので倒してもらうと。で、またここにも柱があるんで、柱を壊すと、順路が開くと。で、後半戦ですね。また悪夢の守護者が出てくるんで、守護者を倒してもらうと。ここはまあ敵を全部倒せば、柱が倒れて先にまた進めるようになるので、進むと。はい、でここでボス戦ですね。いにしえの悪魔途中でね、ライフが減ってくると、過去のね領域に移って、で、長老戦に移行しますので、まずはライフを半分ぐらいまで削ってあげると。はい。これで今、過去の、スラディアンとの戦いになるんで、ここはね、基本、スラディアンよりも、周りの雑魚を全部倒していくって感じですかね。で、こちらの、灯籠の方を灯してあげるという感じですね。これ真ん中いるとね、死んじゃうんで、チェックポイントで復活。でちなみにこのね、ダンジョンは結構ね、チェックポイントを頻繁に貼ってあるんで、まあ、すぐに、ボス戦のとこ戻れると。そうですね。で、戻るとですね、また、いにしえの悪夢との戦いになってくるんですけど、後半戦はね、ちょっと向こうの敵も強力になってきて、まあ、こういった範囲攻撃。この青い玉ね、触れちゃうとダメージ食らっちゃうんで、そこは注意が必要。あと、この円形の攻撃はね、止まった瞬間のところに青い、こう、玉がね、出てくるんで、こいつも避けてあげる必要があると。なので、青いラインをね、まあ、しっかりと、あげれば OK という感じですね。はい、まあ今回は沈黙の修道院、一通りご説明してきましたが、またね、新たなダンジョン来たら、ご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。